こんにちは、ガーサーリーマンです。今回は au レバナス為替ヘッジなし爆誕と出しまして説明していきたいと思います。私の簡単プロフィールです。このチャンネルはガーファーで勤務するガーサーリーマンが投資に関する情報を発信しております。総資産7200万円になっております。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。今回の内容です。au カブコム証券から新しいレバナスが登場するようです。その名も au、アセットマネジメントレバレッジナスダック100為替ヘッジなしというらしいです。待望のですね、為替ヘッジなしレバナスです。あればいいなってこう結構昔からですねみんな言ってたんですよね。今回はこの内容が説明しまして買いなのかを確認していきたいと思います。はい、それではですね、各種指標をですね、見ていきましょう。まずこちらですけども、56というところで、今週もグリードを維持できてますね。ただちょっとギリギリグリードなので、もうちょっと上がってほしいところです。で、次にビッグ指数ですが、こちらもですね、ずーっと低い値を維持できていて、12.46 というところで、年初来から見てもですね、かなり低い値を維持できていますので、まだですね、株式市場は上がる可能性があるというところです。で、これに伴いまして、私の総資産の増減がこちらになっていまして、先週ですね、7100万ぐらいだったのが、今週ですね、7200万になっていて、若干、ほんの少しだけなんですけども、上昇をしています。で、結果的に今、2750万、60万ぐらいなんですけども、ほんの数日前にですね、大暴落をした関係で、一時期3000万円いってたんですよね、ここ。言ってたんですけども、ちょっと暴落して、今62%で落ち着いているというところでございます。なので、まあ、これがもうちょっとですね、7月下旬に向けてですね、どんどん上がってくれればいいなというところですね。まあ、ただ今月だけで見てもですね、2.1%、148万円上がっているので、かなりいいかなと思っております。はい、さて本題に行きたいと思います。au レバナスの為替ヘッジなしが、au アセットマネジメントから出てまいりました。で、こちらの商品をですね、簡単な概要を確認していきますと、まあ、投資信託になっておりますと。で、設定日が7月26日らしいです。で、購入先が SBI とマネックスと楽天証券しか書いてなかったので、まあ、おそらく最初はこれなのかなと。で、SBI、マネックスと楽天証券の買えるタイミングは若干違うみたいなので注意してください。で、連動指数はナスダック100で、まあ、ナスダック100の2倍、変動するように作られているというところですね。で、気になる経費率は 0.4334 になっているというところです。で、もともとですね、au レバナスっていう為替ヘッジありの商品が存在して、おりましてですね、まあ、それとこう並べてみますとこんな感じになっていますと。で、au レバナスのオリジナルの方はですね、2022年の7月28日に発売されてるらしいので、ものすごい近いですよね。約2年ぐらいの違いで、7月26日に今回設定されると。で、ほとんど同じなんですけど、ここの為替ヘッジがありなしで、今は大きく違うと。で、信託報酬、まあ、経費は、同じなんですね。よく見たら。なので、まあ、こちらを選んでも 0.4334、こちらを選んでも 0.4334 というところで、まあ、ここは買う人の好みで選べるようになっているのかなというところです。で、為替ヘッジなしが違うだけで、まあ他は同じですね、というところです。で、今のはですね、au レバナスだ、間だけで見たんですけど、じゃあ他のレバナス3兄弟と比較してみたのが次になってます。はい、こちらになっております。で、一番左が大和、で、真ん中の緑色が楽天。で、右側の2つが au レバナスのヘッジありなしでになってますと。で、それぞれ、まあ、設定日はこうなっていて、運用指数はナスダック100で同じで、買い付け手数料は無料で、で、為替ヘッジがありありありで、今回こう初めてなしと。なので、今回の商品以外は、全部ありだったんですよね、今まで。なので、まあ、こういう商品が来ないかなってずっと言っていたと。で、購入先は、大和レバナスがいろんなところで買えて、楽天レバナスは楽天証券、今他のところでも買えるんですかね。SBI 証券以外の他のところでも買えるかもしれないです。で、au レバナスは、まあ、ここになってますと。で、信託報酬が結構違っていて、大和が 0.987、楽天が 0.77、で、au レバナスが安くて 0.4334 と。で、隠れコストもですね、もうすでに各商品出ていますので、
記載してまして、ダイオは結構小さくて 0.023、 楽天が 0.135 で、まあ、割と高いと、で au が 0.1106 というところで、合計するとこの一番合計コストの左側になると。でこれだけ見るとですね、ダイオレバランスが 1% 超えてしまってかなり高くて、楽天が次で、まあ、0.905 で、au レバランスが一番安くて 0.544 になるというところです。でここでですね、 SBI 証券で仮に買ってですね、1000万円以上保有していると、ポイントのマイナス 0.2% ポイントが、返ってくるというところで、これをまあ考慮すると 0.81%、0.905%、0.344% になっていくというところです。で楽天レバナスとダイワレバナスはこのポイント有無でですね、結構こう変わってくるかなと思うんですが、まあ、それを見てもですね、au レバナンスはやっぱ圧倒的に安いと、もうこれ 0.2% 減らなくても圧倒的に安いというところで、今からやっぱりレバナンス買うってなると、ダイオは楽天ではなくて au レバナンスなのかなと。で今回ですね、au レバナンスの中で為替ヘッジありとなしっていう2つの選択肢ができたので、まあ、これはですね、買う人の好みによって選べるというところかなと思います。で、まあ、今ずっとですね、円安になってて161円突破しましたので、まあ、為替ヘッジがない方がですね、円安の恩恵を受けれるというところが、メリットがあるので、この先まだ円安すると予測する人は為替ヘッジなし、ただ、円安じゃなくて円高に触れるとですね、為替ヘッジなしだと、かなりインパクトが大きくなってしまうので、その場合は為替ヘッジありの方がメリットがあるというところで、まあ、ここまで161円に来て、まあ、これから利下げがされるっていうタイミングで、今後ちょっと判断が難しいタイミングにこの商品出てきたなっていう印象です。で、為替ヘッジなしの、メリット、デメリットを、記載しますと、まあ、メリットは円安が進むとリターンが高くなるというところですと。で、デメリットは円高かつ株安になると激スピードで資産が減っていくというところになっています。で、直近の情報表を見ると、インフレがちょっと収まってきているというところがあって、まあ、利下げが仮に今年の後半にですね、開始されると円高になるというのが見えているので注意必要かなと思っています。なので2024年には利下げ開始されそうな雰囲気がありますよね。パウエルさんの発言とかも見ていても。で、この先161円からさらに円安になるなら、まあ、買いですねというふうに私は思います。まあ、私自身はですね、ちょっと最近はもうレバナンスではなくて、もう SOXL じゃなくて NVIDIA ですね、まあ、NVIDIA と NBDU とかですね、そちらに振っているので、まあ今からレバナンスを買うってことはないかなと思ってます。はい、最後にですね、今後の株価予想です。今7月のここで、まあもうちょっと上がるかなと私は予測しております。で、まあ今月ももうすでに150万ぐらい上がってるという先ほどの話もあったので、まあ後半にかけてブーストして上がってもらえれば、私は8月の頭に NBDU を全利確一旦しようかなというふうにちょっと考えています。まあ理由は8月9月が下がるということを予測しているから。まあただ8月にですね、NVIDIA の決算があるので、その前に一回買って、めちゃくちゃいい決算出て、上がった時に売るっていうふうに、まあしてもいいかなと若干思ってます。はい、今日は以上になります。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。さようなら。